る、フレッシュ、この4タイプです。そこに指を置いた時に綺麗に見える方を出すと、この境目の部分が、これがイエベの方におすすめの、これやりたいって方多いんじゃないかなと。はい、こんにちは、イメチェンチャンネルの内田です。今回はですね、自分に似合う髪色が分かるっていうことで今回この動画を作ってます。でも自分に似合う髪色診断の動画って結構もうあったりするので、このイメチェンチャンネルではちょっとプラスアルファとして、自分に似合う髪色プラス自分がなりたいイメージになれる髪色も分かるような診断っていうのを今回作ってきます。で、以前顔型診断、髪型診断の動画を出させていただいて、それがね結構好評なので、今回それの続きというか、それをやった上での前提でちょっとやっていくので、それがまだの方は概要欄にリンクがあるので、まずそちらからやっていただいてください。で、今回この動画を見ていただいて分かることっていうのが、まず似合う髪色で、自分に似合う、メイクだったりとかファッションっていうのもパーソナルカラーが分かることによってそれも分かってきます。なので、ぜひちょっと最後まで動画を見ていただいて、今の自分に似合う髪色が何かっていうのと、なりたいイメージがもしあるんであれば、そういうイメージになるための髪色はどういう色かっていうのも合わせて分かっていただけたらなと思います。で、今回の動画の流れなんですけど、まずは髪色を分かるために自分のパーソナルカラーの診断をしないといけないので、イエローベースかブルーベースかっていう診断をまず先にやっていきます。で、次に、以前出した動画で4タイプ、自分のタイプっていうのを診断したんですけど、キュート、フェミニン、クール、フレッシュ、この4タイプですね。この4タイプにさらにイエローベース、ブルーベースっていうのを混ぜて、合計8タイプ、この8タイプに似合う髪色っていうのを順番に説明していきます。なので、前半部分、動画の前半は自分のイエローベースかブルーベースかが分かる診断で、後半はそのイエロー、ブルーに分かれて自分がどういうタイプか、そして自分がなりたいタイプの髪色はどういうものかっていうのを解説していきますので、そんな感じで前後半で分かれていきますので、見たいところがあるところで飛ばしてもらっても大丈夫ですので、概要欄にタイムの書いてありますので、そちら押していただければ飛ぶようになってますので参考にしてください。なので、今日は自分に似合う髪色でイメージをチェンジします。はい、じゃあまず早速やっていきましょう。まずはイエローベースかブルーベースかの診断なんですけど、まず質問が全部で5個あります。で、そのうち、A か B かの質問をどっちですかって出していくので、どっちが多いかをチェックしていってください。で、最後に答え合わせをしていきますので、まず1問目からいきます。はい、1問目、この画像が今出てると思うんですけど、この画像に指を置いた時に綺麗に見える方は A か B どちらですか？で、2問目いきます。2問目もお肌の話なんですけど、今手首をこうやってギュッと握ってもらって、手首をギューって握ってパッて離した時のこの色の戻り方、肌がギューって握った後にこの色がだんだんこう普通の色に戻ってくると思うんですけど、この色が黄色っぽく戻っていく人は A で、ピンクっぽく戻っちゃうっていう人は B です。これ手首じゃなくて手のひらとかをギューって握ってパッて開いても OK です。このギューってやってパッてやった時の色の変わり方っていうのがあると思うので、そこで見ても OK です。で、次3問目ですね。3問目は日焼けをした時の話なんですけど、日焼けをした時に A、 クリームを必ず塗ってそれでも焼けやすいって方は A です。で、 B、 日焼けはしにくい、もしくは赤くなってもすぐ結構冷めちゃう方が B です。で、次に4問目です。4、5は、目の話になります。4問目なんですけど、あなたの目の色はどちらですか？ A、 こちらが明るいパターン、 B が暗いパターンです。今出てる画像の目の色を参考にしてください。明るい方と暗い方あると思うんですけど、よりどちらに自分が近いかで、選択してください。だいたい明るい方が、ブラウンからライトブラウンぐらいの明るさで、暗い方が、結構黒め、ブラックとかダークブラウンぐらいの色だと思います。で、最後5問目ですね。目のコントラスト、この境目の部分が A の方はぼんやり、 B の方がはっきりです。これも今出てる目の画像を参考に、自分がどっちに近いかっていうのを見てもらって A か B か決めてください。出ましたでしょうか？皆さん A と B どちらが多かったでしょうか？5問あるので多分どっちかにはなると思うんですけど、 A の方がイエローベースで、 B の方がブルーベースになってます。で、イエローベースの方からちょっと軽く解説をすると、イエローベースの方が、似合う色っていうのがこんな感じです。ちょっとパステル系だったりとかペールトーンの色味が多いと思うんですけど、ブラウンとかベージュ、オレンジ、ゴールド系などちょっと暖色系が似合いやすいパターンですね。で、お洋服だとこういう感じの画像の
色味が似合いやすいんじゃないかなと思います。で、以前髪型診断で言った4タイプ、あなたの持っているタイプのイメージの話をすると、近いのはキュートタイプとかフレッシュ系の方が結構イエローベースの方が多いかなっていうイメージはあります。で、芸能人の方だと橋本環奈さんとか吉岡里帆さんとか榮倉奈々さん、本田翼さん、あと小倉優子さんあたりがイエローベースの方です。で、結構見られやすいイメージとしては、結構幼く見られてしまったりとかする反面、まあ、穏やかだったりとか優しく見せれるような印象の方がイエローベースの色味に近いかなと思います。で、 B のブルーベースなんですけど、ブルーベースはですね、結構こういう色ですね、寒色系の方が多いかなと思います。で、グレーとかココアブラウン、桜色、レッド、ボルドー系、シルバーなどがブルーベースの方で似合いやすい色味だと思います。これメイクとかファッションも今出てる画像を参考にしてもらえたらなと思います。で、以前やった、4タイプの中でいくと、フェミニンの方だったりとかクールタイプに分類された方が、ブルーベースの方が結構多いイメージにあります。で、結構大人っぽく見られやすいんですけど、まあ、派手に見られてしまったりとかする反面があるかなと思います。ただ洗練されたイメージだったりとか、まあ、色気がある方が多いんじゃないかなと思います。で、芸能人の方でブルーベースの方が石原さとみさん、中里依紗さん、綾瀬はるかさん、松下奈緒さん、白石麻衣さんってところですね。で、今皆さん自分のブルーベースかイエローベースかっていうのが分かったと思います。これからイエローベース向けの方の話をしていきます。で、しばらくしてあとブルーベース方向けの話をしていきますので、今イエローベースだよって診断された方はこのまま見てください。で、ブルーベースだよって方は概要欄にリンク貼ってあるので、そっち飛ばしてもらってタイムリンクで飛ばしてください。はい、では早速まずはイエローベースに診断された方で、今似合う色がわからないって方、もしくはイエローベース系のフレッシュタイプだったりとかキュートタイプのカラーのイメージに近づけたいよって方は、この今の時間を見てください。で、イエローベースの方に似合う色っていうのが、さっきも出したんですけど、こんな感じの色味です。で、僕が思うイエローベースの方におすすめの色味っていうのが、まずは最初この3つです。この1個目の色っていうのがボギーベージュっていう色味で、今この方はハイライトが入っていて少しこう筋がある色なんですけど、ホギーベージュっていうのは結構霞がかったみたいな意味がホギーってとこにあるんですけど、ベージュ系の色味でもオレンジ味が結構ない色なんですね。なので結構オレンジっぽくなりたくない方とかって結構多いので、こういう赤みがないベージュの色味っていうのがイエベの方はいいんじゃないかなと思います。あとお客様の画像もね、何個か出てるとこの後出てくるんですけど、2個目のやつもこのコーラルブラウンって色なんですけど、ちょっと逆に言うとオレンジ味を足した色味になります。もともと日本人の髪っていうのは赤とかオレンジを重ねて黒くしてるので、オレンジ味とか赤みを足すと結構発色がいいんですね。なのでこういう透明感のあるようなオレンジ系の色っていうのもありかなと思います。あとは結構人気が多いのがこの3番目のやつなんですけど、アッシュベージュっていう色味ですね。で、このアッシュベージュも赤みがないベージュ味、アッシュと混ぜてるような色味なので、結構ベージュにしたいけどアッシュ感も欲しい、透明感も欲しいって方はこの色がいいんじゃないかなと思います。あとはですね、結構穏やかに見せたりとか、ね、優しく見えてしまうっていうのが、まあ、いいとこでもあり悪いとこでもあるというか、まあ、デメリットでもありメリットでもあると思うので、ちょっと個性を出したいよって方とかはこういう感じでインナーカラーを入れてあげてもいいかなと思います。今これは結構レッド系の色味でインナーカラーを入れてるんですけど、耳にかけた時のこのもみあげのとこだけ入れてあげると、このかけた時にも出てくるんで、巻いたらもう超可愛いし、なんか結んだ時とかにちょろっと遅れ毛として出してあげてもいいんじゃないかなと思います。で、暖色でやってあげることによって肌色の補正もしてくれますし、そこもかなりいいんじゃないかなと思います。あとはもう一個今出てると思うんですけど、このオレンジ系のベージュですね、結構はっきりオレンジをバーンって出してあげてもいいかなと思います。結構今暖色系のオレンジカラーって人気なので、意外とアッシュだけじゃなくてこういう色もあるんだなっていう選択肢の一部として使ってもらえたかなと思います。で、逆にですね、ちょっとアッシュ系行きたいですとか、やっぱりちょっとベージュじゃなくて寒色っぽい色味の方が好きですって方も中にはいると思うんですよ。で、そこの画像も、ね、用意します。こちらです。ラベンダーアッシュベージュですね。結構紫みがパンって出てると思うんですけど、これブリーチしてる色なんで、ブリーチなしだったらもうちょっと紫みは削れます。こういうラベンダー系のアッシュだと髪の毛が黄色く退色するのを防げるんですよ。っていうのも黄色の反対側の色味が紫なんですね。これ色相関ってあって、補色の関係、補い合う色っていう風になってるんですけど、黄色く抜けちゃう人とかはこういうラベンダーの色を入れてあげると結構その黄色く抜けるのを防げたりするんですね。なのでこういうラベンダーアッシュとかがオレンジっぽくなっちゃうとか黄色っぽくなっちゃう
ていう方、もしくはちょっとクールな印象にしたいよとかアッシュ系の色味やってみたいよって方はこの色がいいんじゃないかなと思います。これがイエベの方におすすめの色味だなと思います。あとフレッシュ系だったりとかキュート系にちょっとイメージを寄せていきたいよって方はこの画像の写真を使ってスクショしてもらえればいいかなと思います。カウンセリングとかね、オーダーするときにこの画面をスクショしてもらえれば、それ見せてもらえればいいかなと思います。はい、でここからは、ね、ブルーベースの話ですね。ブルーベースに、なった方、もしくはブルーベース系の色味にやってみたいなってみたいって方はこの時間を見てください。でもう一度おさらいすると、ブルーベースの方におすすめの色味っていうのがこんな感じです。結構寒色系の色で、割と派手な色、パキッと出てるような色味も多いんじゃないかなと思います。で、ブルーベースの方っていうのはイエロー系も似合ったりとかアッシュ系も似合う色になってくるので、おすすめする髪色っていうのがこんな感じです。今3つポンポンポンって出てると思うんですけど、まず1つ目がですね、フォギーアッシュですね。イエベの方でも少し話したんですけど、フォギーベージュとかフォギーアッシュのフォギーってところは霞がかったとかこうくすんだみたいな意味があります。で、アッシュの中でもちょっとくすませたアッシュっていうのがこのフォギーアッシュになります。で、今この写真の方はハイライト入ってるんでちょっとね、筋が出てると思うんですけど、ハイライトとかブリーチなしでも結構こういう透明感のある色味にはできるので、もう結構いいんじゃないかなと思います。で、やっぱり次2番目がですね、もう王道ですね、ブルーアッシュです。これはもうめちゃめちゃ人気っていうか、オーダーが一番多いんじゃないかなっていう感じはします。多分これ見て、うわこれやりたいって方多いんじゃないかなと思うんですけど、ブルーアッシュはですね、青みで染めているので赤みを徹底的にこう排除してくれるんですね。なので赤くなっちゃう人とか、日本人の髪ってもともと赤が強いんですよ。なのでその赤みを取りながら色が入るっていう意味で、このブルーアッシュはかなりいいんじゃないかなと思います。今髪の毛の赤みが強い人とかはよくやる色ですよね。で、次ですね、これバイオレットラベンダーっていう色です。これがですね、結構紫みがバコーンって出るんですけど、これブリーチなしでもできる色です。で、ブリーチしてあげるともう少し出るんですけど、この色味のいいところとしては黄色くなるのを結構防いでくれます。イエベの方でも話してるんですけど、黄色の反対側の色に紫色っていうのが入ってるんですよ。なので黄色く退色するのを遅らせたりとか防げる効果っていうのが紫色にはあるんですね。なのでこの色っていうのは紫色がベースになってる色なので、アッシュ系の中でも黄色くなりづらいんですよ。結構いません？アッシュにすると黄色く抜けちゃうわっていう人多いと思うんですけど、この色だったらね、かなり持ちいいんで、そういう意味でもこういうラベンダー系の色味っていうのがいいんじゃないかなと思います。で、今この3つ見ていただいた中で、この色って結構暗いと思うんですよ。そうなんですよ、ブルベの方って暗い色でもありなんですよ。っていうのもですね、最初の色相感に出てると思うんですけど、結構暗い色とか濃い色っていうのが似合うんですね。だから服装とかでもそうなんですけど、こういう暗い色からこっちですね、今お客様の画像出てると思うんですけど、アッシュグレージュですね。この結んでる方がアッシュグレージュっていう色です。で、こちらのショートの方がグレージュっていう色なんですけど、こういう暗いけど透明感がある色にできるっていうのがブルベの最大の武器だと思います。なので結構就活だったりとか、なんかこうちょっと暗くしないといけないよっていうタイミングの時に、こういうアッシュ系の色味を暗く入れてあげても透明感が出せるっていうのが、まあ、いいとこだと思うので、こういった画像を参考にしてもらって、スクショしてもらって、美容院とかでオーダーしてくださいね。そんな感じでやってあげるとすごいいいかなと思います。で、もうちょっと明るめでもいいよって感じであれば、こういうライラックグレーっていう色もあります。これは暗めの色になるんですけど、今光が当たってるところはね、結構明るく見えると思うんですけど、こういった感じで暗いけど透明感が出せるような色味っていうのも、できますので、参考にしてもらえたらなと思います。でですね、ブルベの方の中でも、いやちょっと感触飽きたよとか、こう抜けてしまうのが嫌な方っていると思うんですよ。で、どっちかというといつもクールに見られたりとか大人っぽく見られてしまうのが、ちょっと変えていきたいから、優しい印象だったりとか、ちょっとイエベの方に寄せていきたいよという感じの方のおすすめの色味っていうのも用意してあります。それがですね、こちらです。これラベンダーフォギービージュっていう色なんですけど、フォギービージュ、最初の方でも説明したんですけど、フォギーっていうのは霞がかったとかくすんだって意味なんですけど、それのベージュの色です。なのでアッシュじゃないんですよ。で、ラベンダーが入っているので黄色く抜けちゃう方っていう方にもおすすめです。これもね、さっき話したんですけど、紫が黄色の反対側の色なので補色として入ってくれるので退色を防止してくれます。かつベージュ系なので色持ちがいいんですよ。なのでいつも寒色でもうアッシュ系で飽きたとか抜けちゃうって方は、こういうベージュ系の色味っていうのはかなりありだと思います。で、どちらかというと、イエベの方向きの色味に寄ってくる色、ベージュ系の色味なので、
優しい印象だったりとか髪の毛を柔らかく見せるっていう意味ではかなりいいんじゃないかなと思います。なのでちょっと感触飽きたよとかクールに見られすぎちゃうよって方はこういう色を参考にしてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、自分に似合う髪色診断ということで自分に合うパーソナルカラーの診断をまず先にさせていただいて、そこから似合う色っていうのを提案させていただきました。で、まずね、大事なことっていうのを最後に伝えたいなと思いますので、大事なことっていうのはですね、まあ、最初に診断をしたと思うんですよ。で、診断をして自分に似合う髪色っていうのが分かったと思うんですけど、それに似合う色っていうのをそのままやるだけじゃなくて、自分がどういうイメージになりたいかっていうのが一番大事です。要はですね、優しい印象にしたい、もしくは大人っぽくなりたい、可愛くなりたい、そういうイメージがあって似合う色が次に来るんですね。先に似合う色をやってしまうと、大人っぽくなりたいのになんかピンク系にするっていうのは矛盾してると思うんですよ。だから先に美容師さんにオーダーするときにおすすめなのは、自分がどういうイメージになりたいかっていうのを伝えて、その上でこういう色にしましょうとか、こういう色がいいと思いますよっていう話をしていくっていうのが一番いいと思います。そうすることによって美容師さんに伝わらなかったっていうオーダーミスを防げることができると思います。そしてですね、基本的に今日出したカラーの色味っていうのはブリーチしたらもっと綺麗になったりとか、もともとブリーチとかハイライトしてる色っていうのもあります。なんですけど、絶対ブリーチをしなきゃいけないわけではないです。で、美容院で例えばこのね、今日の動画の画像をスクショしてもらってオーダーした時に、じゃあこれブリーチがいりますねとかってなった時に、いや、ブリーチするのはちょっと嫌だなってなっちゃうじゃないですか。なのでおすすめは先に予算を伝えることです。今日は1万5000円以内がいいですとか、まあ、1万円以内がいいですっていうのを伝えてから、この色がいいですってやったら、その中で最大限努力を美容師さんはしてくれるはずです。それが一番お得にできる方法なので、そこはね、かなり大事です。先に予算を決めてから色をやった方が絶対いいと思うので、予算がある程度余裕があるなら色のクオリティを重視して、もうこの色にしてくださいってやってもいいと思うんですけど、先にまず予算をやってから色、その次にブリーチをするかしないかっていう風にこう繋いでいけるといいかなと思います。こんな感じですね、僕のチャンネルではね、髪の美容のイメージとかを変えるような内容っていうのを発信しております。これからも可愛くなりたいとか、こう綺麗にいきたいっていう方はですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で、この動画も面白いなと思っていただけたら高評価もお待ちしておりますので、コメント欄でですね、あと自分が何だったか、イエベかブルベかとか、どういう色が良かったとかっていうのを書いていただけると、次の動画の参考になりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた他の動画で会いましょう。バイバイ。